前橋東照宮は、群馬県前橋市に鎮座する神社である。正式名称は、東照宮。徳川家康を主催神に、この花作や姫、菅原道真、大阪部姫を合祀している。官営元年、結城秀康の逸夫である、松平直樹により、最初の領地であった越前勝山で創建された。道家は、引っ越し大名と呼ばれたほどに代々天皇が相次いだが、 それに合わせて、同社も移転を続けた。寛延2年、松平朝の折が、姫路藩から、前橋藩に、国替えとなったが、水害により前橋城を廃棄し、明和4年川越城へ移転した。東照宮も移転し、現在の社殿は、この時期に、川越で造園されたものである。以後は大官に、前橋を治めさせていたが、慶応3年。 松平直勝が念願の前橋復帰を果たした。当初宮も社殿を解体して前橋に移転を図ったが、幕末の混乱により再建は明治4年となった。江戸時代初期の前橋藩主、堺重忠は天満宮を創建し、堺市時代から長く推計されていた。これを明治4年に合祀したものである。また、明治31年には、お坂部神社も合祀された。 元姫路藩主でもあった松平朝則は姫路城天守閣でお坂部姫を祀るお坂部神社を奉仙し前橋城の守護神とすべく城内羊猿の方角に混流した水害で川越城への移転が決まったところ朝則の夢枕にお坂部姫が現れ川越へ神社も移転するように願ったというしかし朝則は 水害から城を守れなかったとお坂部姫を質問し、お坂部神社をそのままに川越城へ移った。その直後に阿蘇のりが若字にしたのは、お坂部姫のたたりと言われる、前橋市指定文化財。ありがとうございます。